はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、本日は正幸くんとお届けいたしております。これカメラ見て、はい、カメラ見て、まあ大体言うこと聞きません、猫なんてそんなもんです。前回ね、あの竹蔵くんのお話をねしましたね。今回正幸の方がうちの病院に来た馴れ初めをお話ししていこうかなと思うわけですけども、まあちょっとさっき話変わりますけれども、僕らの仕事って大体夜帰りは遅いんですけど、早くてもまあ10時過ぎぐらいですし、0時過ぎることもしばしばなんですけどもね、今を遡ること2年ぐらい前かな。で、そんなにメインじゃなかったかな。まあ家、その時はねちょっと仕事が長引いて家帰ったのが0時半ぐらいでしたかね。で、やっと家に帰ってさ、寝よう、明日も頑張ろうみたいな感じで思っていましたらば、家の前にね、猫が倒れてるんですよ。子猫がね、ちっこいね。で、ああ、もう最初ね、亡くなってると思ったんですね。わあ、猫が死んどるがな、うえぇ、ちゅーもうと思って、こう近づくと尻尾がピクッと動いててね、よーく見るとゆっくり呼吸してるんですよ。ではまだ生きてるかなっていうね、大体ね、亡くなってる猫だったら僕の仕事の範疇の外ですけども、息してたら僕らの仕事の範疇に入ってくるわけだもんですからね、わーっと思って行ったらね、近づいてたら僕の足音に気がついて立ち上がったんですよ。本当にもうで、立ち上がって僕の方に向かって3歩4歩5歩と歩いてきて、で僕の足のところまで来たらそこで力尽きて倒れたんですね。まあしょうがないパターンですよね。でもうだいぶ夜遅いけども、そのままもう置いておくわけにもいかへんしね、抱えて病院に逆戻りして、でまあなんとか治療して、もう風邪で目が潰れちゃってね、片目も完全に開かない状態になってて、この辺からなんかに噛まれてざっくり傷になってて、まあこれは明日まで助かるからどうかなと思いながらも、結局治療をしていろいろ落ち着いたのが、もう空が明るくなってる来るぐらいの時間だったんですけども、結局そっからまあすくすく元気に育ちまして、今やこんな猫になりましたということで、まあ正幸くんですね。で、後日談がありまして、うちの患者さんってね、その時僕初めて知ったんだけども、うちの患者さん同士で LINE でグループ作って情報交換しとんのよね。で、先生のうちの前に猫倒れとったよとか、情報も先に回っとるらしくってね。で、ちょっと連れてこうかとか、でも先生のうちの前だから先生気づくでしょみたいなことをね、LINE でやり取りしとったらしいですね。翌朝にまでもし連れてかれてなかったら、もう私連れてくわみたいなことを言っとったってね、後から聞きました。もうね、まあ多分朝までだったら持たなかったなとは思ってるんだけども、まあでも朝になって誰かが拾って病院に連れてきてたら治療費取れたんですけども、自分で拾っちゃったからもうただ働きでありましたね。分かったのか、ちょっと恩義を感じる君は。まあそんなことで、正幸くんです。あ、ちなみに正幸という名前なんですけども、正幸は僕がつけまして、で、だいたいその猫、飼ってる猫にね、そういう人っぽい名前つけるのがちょっとマイブームやって、マイブームってことないですけども、18歳ぐらいまで飼ってた白いメスの猫がいまして、ちょっと18年目にちょっと癌で亡くなっちゃったんですけども、まあ、その話するとまた長いんで、ちょっと簡単に言ってきますけども、大変世話になった猫ちゃんでして、世話になったっていうか、僕が世話してたんだけどね、まあ世話になった猫ちゃんですけど、その子もね、幸子っていう名前でした。幸子の写真ちょっとこの辺にでも出そうかしら。まあね、で、まあ、いうことで、もうこの子は正幸。正幸で漢字では正しい雪と書いて正幸です。由来は由比小説から取ってます。といっても、歴史相当好きな人でないとね、由比小説って人を知らないと思いますけども、まあ、あんまりいい人ではありません。まあ、そんなこんなで、正幸くんのお話でありました。
で、さて曲の方もねやって、このまま雅之くんの話だけで動画終わってもいいんですけども、一応ねあのサックスを吹くという、ことが一応決まりに自分の中でなっておりますので、今回もねあのチャンネル5513の、近藤潤さんの、カラオケから一曲お届けしようと思います。ノッティングヒルの恋人という曲ですね、映画のタイトルですね。はい、それではどうぞ。でしたでしょうか。こういう曲はねあのゆったりと吹いてるようでなかなかね辛いんですよ、口がで、だんだんとねこう口がね疲れてくるとねこう噛み締めちゃうようになっちゃってね、だんだん後半に従ってねピッチが上がってっちゃうんだよね。あれをなんとか、だからもう結局そこがうまいことできてなくって、また3回ぐらい撮り直してます。ということで、本日の動画は以上であります。以上であります。一応これ紹介しておかないと。これね、チャンネル5513の、カラオケの入ってるやつですね。こんな感じで、販売しております。ぜひ皆さんもこれを買って、YouTube に動画アップして、もう飽きてきたか君は、もうちょっとで終わりだからちょっとそこにいなさい。残る3曲完走を目指して頑張っていこうと思います。それでは皆様さようなら。この動画を気に入っていただけた方は高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またご意見ご感想などコメント欄にいただけると大変嬉しく思います。では